受け。おい、侮るな。おい、何でしょう。プラズマ中毒死。最強のダメージだ。受けろ。少しはやるよ。Rebel 2 Action。さあ、さて、なんの受けだから、あなたの想定以上ブラッパ中毒、なんのブラッパ中毒、呼べ、行くぞ、受けろ、クライマー重たい、受けろ、ブラッパ中毒、行くぞ、受けた。どこだ。何の。どうかい。何の勇気。受け。逃がさない。Distortion finish。まだまだルーキーだな。Rebel 3 Action。そこか。おお。これ以上のダメージ効かぬ。避けられまい。おお。はい、まだ誰も喋ってなかっただけです。まあちょっと長いこと配信してるんで、こちらも野試合はダラダラ行かせてもらいます。すいません。レッペンさん強いなー、これ止められる人いるのかなー。オオカミか、オオカミの人は帰ったかな。もういい時間だしね。今日は暇さんいないっすね。多分学校の忘年会とかあるのかもね。あ、馬の骨さんいらっしゃるけど別のところにいるね。俺は止められたよ。一瞬で殺されてしまったよ。じゃあもう一回ぐらいやろうかな。でも、お、コミさんありがとうございます。ちょくちょく配信してるんでよろしくお願いします。コミさんか、アラクネの方はいないね。うん、100円玉、お、もったいな。バリア張った。バリア張ったんだ。バリア張ったからジャンプ遅かったな。これですわ。テイガーはジャンプ遅かったな。Please select your character.大会終わって今の試合中なんですけど、まだね、11セット、対戦台11セットはフル稼働してますね。で、3セットくらいは今ちょっと引き取り用状態だけど、だいぶ
まだ人もいるので、結構長いことの試合も楽しめますよ。来ていただければね。都内で初心者大会どうだっけな。不動さん、あの本館で初心者大会ってやってましたっけ。土日かなんかでスポランがブレブルの初心者大会やってる。初心者大会今度やるんだ。6段以下ぐらいで、新宿スポーツランド本館で初心者大会みたいなのをやる予定みたいです。まあ、詳しくはねインターネットで情報を見てみるといいんじゃないですかね。ありがとうございます。お、初心者台も新宿スポーツランド本館。まあ5段以下の台ありますね。確かに。まあ新宿スポーツランド本館は5段以下の5段以下推奨台があるんで、まあ行ってみるといいんじゃないですかね。あ、そうそう、ドラはね、店員が止めてくれるんで、あ、優秀な店員さんが止めてくれるんで大丈夫ですよ。ドラさんね、こんな感じでね、なんかもう8段ぐらい段が空いてるじゃん。そういうね、結構上の人としか対戦しないからね、段位が上がんないんだよね。うわー、うますぎる。やってるわこのゲーム。あ、でも釘が、お、釘で止めた。毒が、毒だ。あと一発、両方ともあと一発。俺は、あー、装手、この装手、ジンの装手が強い。ほとんど次第によってはあの袖剣より強いからな。お、投げて暴れやがった。ノーモラル。おお、 100% 使う。うわ、中段取った。なんだろう、おわ、あー、そういうんだった。そういえばあの技の対策そういうんだったわ。めげない。うわー、カウンター。うわー、これどうなんだ。減るなー、4000とか減るんだ。気持ちだけは認めてやる。ドラさんはね、全一かどうかは分からないけど国際的なバング使いですよ。戦場がね、日本にとどまらないですからね、この忍者は。
うわー伸びないんだよね、あそこからはね。うわー無理やり崩した。お、これはこれは、うわーやりやがった強ドラさん、さすが日本代表。